したりとかっていうところなんですね。思い出してほしいんですけど、去年の今年なんですが、小笠原諸島付近で赤サンゴの熱量とあったり、あるいは赤サンゴは副産物としてもそれを結んだと思うんだけど、実際の中であれで、つまり、漁船といっても偽装漁船なんですけど、そのトラックをつけて200、300ということは海底の調査を行ってたという、海底の調査ということは潜水艦が通る道を彼らなりに探しているという意味なわけですが、赤サンゴに目を奪えちゃいけないので、彼らはそうやって着々と第一列島線を突破した第二列島線からさらに東に向かおうとする道を探している。で、その中のキーポイントになるのはまさに尖閣である沖縄本島で、沖縄本島と宮古島の間の宮古水道というこの海峡が極めて重要なんですね。そこを取っていこうですね。で、その辺のところはもちろん海上自衛隊は徹底的にチェックしてもちろん追尾したりとかになってあるんですけども、今見えないところでそういう攻め合いというのを相当やってるんだと、これは戦争の前段階なんですけど、そういう戦いがずっと行われているということは実は沖縄の人誰も知らないということが恐ろしい。で、中国側はもう明らかに沖縄本島は自分たちの島ですよと、もう公に宣言しているわけですから、ならばそれで備えましょうというふうに、普通な陸のりちょっとおかしな小さなおかしな市長さんがいらっしゃるから、それどころか琉球王国として中国に独立しましょうみたいな動きは出てくるというふうになってるというのは、もうこれはね、はっきり言ってこれは とんでもない話です。あの小長さんがわざわざこうグレーコで言ってね、はい、その沖縄人とか日本人から差別されてるとかね、とんでもないこと言うので、だから独立したいから、み